はい、続きにですね、半負けの本家の半魔妖先生です。ということでね、発明というのはもうほとんどもう人間が想像する以上のものを昔発明してます。だからね、問題は、人間をわーさするんで、単なる強肉食生物なんでね、まあいろいろとまあ研究とか発明とかしてるけども、ね、簡単に言えば、だからもう SF 映画で出てくる石棺と生き返られる装置を早く作れということなんですよね。細かいことなんか、遺伝子組み換えでなんか成功したとか、そんなちっちゃなこと言ったってしょうがないんですね。ごちゃごちゃごちゃ言うけども、とにかくね、装置になんか入ったら体全部治せる医療装置ですよ。それは早く開発しなさいということで、肝臓もまだ人工肝臓もできてないんで、他のくだらないことばっかりやんないでほしいですね。一番大事なのは人工肝臓とかね。ね、そういう器官の臓器に代用するものね、病気治療してる間にね、維持できる装置っていうのは全部できてないんですよ。ね、人工心臓はこれもね、数日だしね、もうちょっと長くいくかで、長くもっとね続けられてね、治療の間に持つようにということで、全部臓器って必要なんですね。それがまだ完璧じゃないでしょ。それに対して何か偶然出てきたからって、その研究で何かためになるからって、そんなことに回して遠のったってダメなんですよ。大事なものを主要のものやんないと。それでノーベル賞取ったってしょうがないんですよ。大事なものを抜かしてね、偶然だからこれなんかすごいからということでやるんだけど、全然遠く外れてますでしょ、こんなもんは。ね、だから肝心のもの全然やんないんですね。順序があるんですよ、研究というのは。ね。で、そんなのに資金だと、どん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 重要なことの医療のね、研究できないでしょ。全部そっちに関係ないところ。関係なくはないけど、それ一番大事なものがあるんだから、根本的にね。で、あと、人間の、動きは危ないからね、これに対して、こちらの方の動きだけでね、犯罪が多いからね、対処してることが多いんですよね。警察は逆に犯罪者になってますから、私の方ではね、人間たちとは違いますけど、私の方としては、完全に役所、人間の警察署、三大裁判所ってのは、マフィア以上ですからね。いると書いて、僕に対して妨害とか、悪さするだけだという状態でしょ。役所とか警察とかね、裁判所っていうのは。もう、でったらめですよ。まあ、人間たちは違いますけどね、人間たちのやってて、ね。私に対してはもう全然関係なく、マフィア以上ですね。だからね、そこら辺のね、あと、軍事なんか世界中作ってるけども、私に上の生物に対抗するために作ってるだけなんですよ。私に対抗するために、ね、上の生物に対抗する、正しいですよ。そんなことでやってて、自分たち都合でよくね、強肉食で楽に生活したいということばっかりやってるわけですよ。強肉食っていうのは道具を使った盗みですよ。これは人間の、性質、ね、本能、ね、仕事なんですよ、これ。盗みをやって生きるのが人間の、強肉食というね、本能、その生き方なんですよ。だから何言っても全然意味ないわけですよ、人間っての。約束も守んないから。強制的に動かせなければ何もしないんですね。で、今の世の中全部私の頭から聞いて動いてました、人間っていうのはね。
24時間私の脳が聞いてね、それであのしょっちゅう注意して見てるわけですよ。悪いことしかし、今日肉食の仕事しかしませんから、人間たちは。それでね、恐れなければもう地球もうどんどん破壊してるし、中国の公害もひどすぎるでしょ、ね、ちゃんとしなければいけないんで、あんなの全然もう全然めちゃめちゃでしょ。まあ、安い製品でいい製品はもう本当に助かってますけどね。日本全然働かないからもう人に働かすばっかして、あとね、教育しちゃって働かしてる人たちしかいませんから、日本世界中ね、それが当たり前だと思ってて遊んでばっかりって言って、 YouTube なんか見てください。まあ遊んでるだけでお金入ってる人ばっかしでしょ、あんなのね。好き勝手にね、旅行して遊んでてね、それビデオ撮るだけでお金だから、その宿泊代が全部タダでしょ。それで また給料も入るという、そんなね簡単なことでお金取ってるわけです。ただ私の場合はちょっと本家で一般人じゃないからね、外国に行ったりしたら危ないんでできないでしょ。ただ普通の一般の人は全然危なくないからね、もともと同類ですから、全然ね、危ない同類でしょ。だから全然危ないことはないわけですよ。危なくなってても同類だからね、関係ないわけですよね。なので、ただ私の力関係があるからね、引力関係はあるんですよ。人間と私の全員とね。これは力があるから関係ない。なかったら私ひっくり返っちゃうでしょ。ね、だから1日平均で私との摩擦っていうのは1000人死んでるんですよ。私と人間関係の力関係があるからね。私が道通るのに邪魔してきて通れないから、安全にするためにね、まず100人死んだとかね、